すやすや眠ってるわ。気持ちよさそう。でも巨体で入り口が塞がれてしまってるわ。あれは正攻法じゃ無理ね。でも私たちには重要アイテム笛があるんだよね。これを吹いたら即解決。そう、うまくいきますかしら。大丈夫大丈夫、フィリン本人が言ってたんだから。じゃあ吹くよ。ほら起きた。さあどこかに行っちゃってくださいな。あれ、完全に。何が即解決よ、やる気満々じゃない。皆さん気をつけて、来ますわ。聞いてないよ。女神変身。決まりよ、私が行く。期待を大きく超えてやるぜ。華麗に終わらせてあげます。覚悟。ドンピシャだぜ。雑魚だな。そこ任せろってんだ。あとはお任せ。何とかするわ。それ、これで決まりよ。狙い通りだ。おめえら行くぞ。私の攻撃に耐えられるかしら。そろそろお疲れではないですか。安らぎを与えましょう。フラワリーダスト。狙い通りだ。止める。ぶっ潰す。狙い通りだ。逃がすか。狙い通りだ。行くぞ。容赦しないわ。ボロ雑巾にしてやるぜ。これで全部終わらせる。とどろけ。勝てたわね。それに女神の力も。レジスタンスの連中のおかげだな。
だが、ええ、いざと。あ、整いました。何よ、いきなり。ツヤとかけまして、親心届きます。その心は？どちらも亡くなって初めてありがたみがわかるでしょう。ああ、私のセリフ。簡単すぎるわ。はいはい。それにしても強かったわね、モンスター。シルクワームに強化されてたのかしら。多分暴走するギリギリ手前まで成長させられていたのよ。ひどい話ですわ。フィリンはこれも知らないのでしょうか。わからん。何しろ楽はさせてもらえんという。とにかく今は進むしかないよ、女神勇者ネプテューヌ。さすがに広そうね。まずは島に送られたという。ダメだね。こまめなセーブは大事だよね。終わりにしよう。私の本気を見られたことを誇りに思って消え失せろ。オーバーレイ。さよう。私の出番ですね。怖がらなくても大丈夫ですわ。一瞬で決めて差し上げます。プリンスオブウェールズ。終わりですわ。はっ、よっ、行くぞ。クリティカルですわ。せい。狙い通りだ、狙い通りだ。そこ。狙い通りだ、狙い通りだ。弱いな。もう終わりにしよう。オーバー。狙い通りだ。手元が狂っただけ。手元が狂っただけだ。いや、そこ。狙い通りだ。終わりですわ。私の方が強かった。ただそれ。私もレベル上げいたしませんと。いい響きですわね。
神の力見せてあげるわ。そこそこ、それ外すなんて。一気に決めてみせるわ。はっ、たやすい。だわ、それ、えい、あくびが出ちゃうわ。外すなんて。くっ、遅いわ。そこはっ、プラン B で行きましょう。たやすい。はっ、そこでクリティカルですわ。一緒、ミスオブ。
狙い通りだ。ふん、いてつけ。狙い通りだ。えいえい、いてつけ。あっ、遅いわ。あっ、狙い通りだ、狙い通りだ。私、上がらなくても行けます。プリンス、勝利は見えていましたわ。Thank you.
床が変なブロックね。これは何かしら。なんだか嫌な感じがしますわ。ええ、ああ、あなたたち、なぜあなたたちがここに。この笛がなければってないわ。さては、盗んだわね。ダメなんだから。盗んでなんかないよ、拾っただけだもんね。ぐにゃにゃにゃ。でも合言葉を知らなきゃ笛で起こしてもモンスターを倒さなきゃいけなかったはず。合言葉？それってどんななの？もうここまで来ちゃってるんだし、教えてもいいか。クロムタン、はぁはぁ。ドン引きだ。喜んでくれないの？ねえねえ、クロムちゃん、私と遊びに来てくれたの？嬉しいな。何して遊ぶ？違う。なんて、知ってるわ。技術者だけじゃない。燃やしちゃったわ、そんなの。ま、だと、てめえ！落ち着いて、ブラン。フィリン、なら技術者は？さっきからずっと踏んでるじゃない。あなたたちが。え？3D なんてくだらない。 2D こそ素晴らしいって何度言っても分かってくれないの。だから自分が 2D になれば 2D ゲームの良さが分かるんじゃないかってね。果たしてば頭いいでしょう。このブロックが技術者たちだと。まさかお前の力で。そう、ブロックに変えてやったの。嘘だ、そんなことできるわけ。フィリンなら可能だ。ねえねえ、ブロック壊したらどうなっちゃうのかな。綺麗なお星様が出てきたりするのかな。どう思う、クロムちゃん。試してみよっか。フィリン、やめろ。やめない。えい。嘘。でもそっか、まあゲームのブロックと違って元はただの人間だものね。次はあなたたちをブロックにしてみよっか。来るぞ、女神になる。ねぶー、女神？へえ、そっか、あなたたちが女神だったんだ。まったく、前の戦いで消してやったと思ってたのに、人間になり下がってまで生きていたとはね。まあいいわ、ただの人間じゃない女神なら、ブロックにして壊したら面白いアイテムが出てくるかもね。えクロムちゃん、ブロックになんてされないわ。あなたを倒して技術者を元に戻させる。ダメダメ、なってもらうんだから。クロムちゃん、四女神、さあ遊びましょう。これで決まりよ。ここ。容赦しない。今よ。それ。いい手応えね。やっちゃって！やあ！
一気に決めてみせるわ。悪を倒し勇気を示す、うなれ必殺の王国過激だ。それ狙い通りだ、行くぞ。行けつけ、ギュッギュー、来たよ。いい手応えね。ギュッギュー、雑魚だな。逃がすか。いい手応え。邪魔で狙いづらいわ。気をつけて。もしブロックを壊してしまったら、技術者たちが。ずるいぞてめえ。気にせず戦えばいいだけよ、こんな風に。やめなさい。どうすれば。人間に戻った。視野がなくなっちゃったぞ。ふん、人間もブロックにしてもつまらないからね。あなたそろそろ終わりね。もう飽きちゃったわ私。ちょっとだけ本気出してあげる。3人揃ってブロックになっちゃえ。フィリン安心して、クロムちゃんはブロックにしないから。それじゃ最後はあなたね。クになれ。ネプー、危ない。ネプトゥーヌ、クロム、クロムちゃん、イストワール。はい、イス。ネプトゥーヌ、イストワールを破るんだ。あーもう、なんでクロムちゃんがブロックになっちゃうの。ダメじゃない。
んとブロックになるのよ。それじゃあブロックに急いでください、ネプテューヌさん。はい、おお、ごめんね、イズ。なっちゃえーって。なにこれ。私にもモンスターの捕まえ方を教えなさい。モンスターのマスターになれば、たとえ豪華な中、海の中でも、そしてクロムちゃんのスカートの中にも入れるって聞いたわ。え？入るな。第一、お前はもうたくさんモンスターを飼ってるだろう。あれれ？何のこと？何のことって。何これ、私、イースンを破って、そしたら、周りがぐるぐるして。近頃ね、うちの隊員たちがモンスターをペットにしだしてて羨ましいのよね。私もペットにしたい。これって夢？でも捕まえたモンスターを悪いことに使うようなら教えられないわ。そんなことしないもん。捕まえたモンスターは優しく大切に愛…もしかして分かってるわね。気に入ったわ、教えてあげる。もしかして、さあ早く教えるの。もしかして私過去に戻ってる？時をかける女神ってる？何ぼーっとしてるのよ、ネプテューヌ。ううん、何でもない。そう？普通だと私だけなんだ戻って。何か、そんなことないよ。いやー、いい天気だね。それはいいから。ブラン、フィリンはシルクワームの内部のこと知らないのかしら。そうね。それじゃみんなに捕まえ方を教えるわ。忘れないように、友情、努力、勝利よ。あん、ちょっと確認しておこっと。むむ、あなたも気合入ってるわね。負けないんだから。痛い、夢じゃないんだ。やっぱりあの時点から戻ってきたんだね。あと、みんなに事情を話したいけど、フィリンがいなくなってからがいいよね。まずこの専用のエネミーボールを渡すわ。これを捕まえたいモンスターに投げつけるの。わかった。やっクールね、ネプテューヌ。いいことよ。ボールをぶつけて気絶させたらすぐにポシェットに詰め込むの。それだけ？専用ボールの意味は？投げやすい形と重さをしてるでしょ。よくわかんないけど、やってみるわ。えい！あ、じゃあ私も。しょうがないわね。それ、よー。はい。私はやらんぞ。もう、なかなか難しいわね。えい！プルプル？プルプル？そっか。じゃあ名前はプルプルね。何を言ってる？覚えてないのか？こんなモンスター初めて見るわ。君に決めた！これで私もモンスターのマスターよ！嬉しいなぁ。キュー！クー！よろしくね、プルプル。確か、ここでフィリンから総本部の入り方聞き出したけど。ふふーんで、これでもう、あなたたちは用なし。行こ、プルプル。キュー。門番モンスターのどかし方も、合言葉も教えてあげないんだからねーで。ビー。合言葉？うん、言っちゃったわ。いいの？それなんだけど。あ、エネミーボールが。あんなところに土管が落ちてしまいましたわ。いて！声？誰か中、今この島にいるのはあなたたちを除けば私とシルクワームだけよ。シルクワームの隠し倉庫とか。はっ！ブラン！大変！ブランが落ちてしまいましたわ。大丈夫？ブラン、残機減ってない？ええ、なんとかクッションがあったから。さ
ながってるかあなた知ってる？いえ、島のあちこちに地下通路があるという噂は聞いていたけど。おお、意外な弱点が。だってファイトするのに向かないから、狭くて暗いところ。あ、はい。ブラン、大丈夫そうか？ええ、通路が先に続いてるわ。よく見えないけど入ってみよう。なんかワクワクしてきた。美人探検家になった気分だね。ラララ。私は遠慮しておくわ。いいファイトできそうにないもの。髪が汚れるといけないから妹の帽子貸してあげる。急に自分がおじさんになった気分。何言ってるの。いいからほら。ウィー、ハリオー、土管の上でしゃがんでっと。来たわね。あ、人が倒れてる。シルクワームのようね。クッションになってくれて助か。オッケー、把握。どうするの？進んでみ。見張りがいたなら総本部に繋がってる通路かもしれん。進もう。どんな危険があるかわからないわ。慎重に行きましょう。タイムアタックは慣れてからだよね。そういえばネプテューヌ、さっき何か言いかけてます。あ、そうだった。あとで話すよ、落ち着いてから。今は行こう。そうね、何かある予感がするわ。レベルが上がったようだ。